すいません、我慢できずついついトガちゃんの方を先に開けてしまいました。岩下スティーブンです。そんなわけで今回はちょっとトガちゃんに順番を抜かされてしまったこちら、キングオブアーティストシリーズの爆豪カツキ、今回はこちらカッちゃんの方を開けていきます。まずはこちら簡単に箱の方から。前回の緑谷くん開けた時点では知らなくて、緑谷くんの動画のタイトルをつけるために初めて検索した時に気がついたんですけど、このキングオブアーティスト別にヒロアカのブランドではなくて、割といろんなタイプの作品のフィギュアを出してるっていうブランドでした。道理でパッケージがあんまりアメコミテイスト入ってないなと思ったんだよ。そんなわけでフィギュア本体の後ろに白背景で黒文字でキングオブアーティスト勝木爆豪で、箱の横サムネイルもなんかこういう風にすりゃいいかな。で逆側はこれの縦バージョン、これもなんかモノクロな感じがかっこいいね。で箱の上、これもど真ん中に文字書いてあるの、レイアウトすごいかっこいい。で箱の後ろはまあ正面とそんなに変わらず。さあというわけでこちら開けていきましょう。プルスウルトラ、前の緑谷くんに比べてパーツ数がちょっとだけ多い。入っていたのはフィギュアの上半身下半身、そしてこれは頭の後ろにつけているやつ、後ろのやつと台座と支柱、まあ、これも組み立て単純、上下をドッキングさせて後頭部の接続穴の大きさとか形に合わせてバッチバチのパーツを接続、これを両方つけて頭痛い、差し込むとき頭のとんがり具合が地味に痛い、トゲトゲ頭に気をつけつつ接続して台座と支柱組み立て右ギケツのところに支柱を接続すれば、はい、これでフィギュア完成したんで本体詳しく見ていきましょう。はい、台座を使ってなかなか高めに跳躍している爆豪、緑谷くんもそうだったけど爆豪もなかなか角度によってこの攻撃の直前みたいな形になってる右手が見えなくなっちゃうね。顔基準で正面に持ってくると手が完全に消えます。これもこれでなかなか写真撮るのが難しそう。そんなわけでお顔の方もかなり爆豪っていう感じの怒り顔、爆豪は基本的に怒ってるような顔がデフォルトだからある意味これが通常顔ですね。通常顔だけど黒いなんかマスクをつけていて、目の形もここら辺とか三角にかなり近いような鋭角、瞳は赤色、そして大きく開いた口の方は歯とベロがしっかり造形されています。口の中の方はもう真っ黒に塗装されていますね。口の開き具合の方も左右で差が出ていて、歯茎の造形というかまあ塗装もありますね。まあただこの歯茎の部分がちょっと中途半端というか、もう下から見るとよくわかるんだけど中心でぶっつり切れちゃってるんですよね。歯茎の方が途中までしか塗装されてないのはかなり気になる。あとほんと細かいところなんだけど、もう一個気になるのが顎の下、ここに結構パーツ接続の段差ができちゃってるんですよね。下から覗いてみるとパーツのなんだろう一体感みたいなのが少しそがれちゃいます。そして髪の毛の方は明るめの茶髪かな、爆発したかのように細かくトゲトゲのついたような髪型、実際つまんでみるとなかなかいいツボをしてくれます。塗装の方も成型色だったりベタっと塗ってる感じではなくて、毛先に行くにつれてちょっと濃くなってるっていうグラデーション塗装になっていますね。そして横から見ると耳が出ていて、耳の上のあたりからこれマスクのなんだろう布なのかな、ビリビリに破けたような布が飛び出しています。そしてさらに後頭部にもこれまた爆発模様みたいなブラックとオレンジの1枚の板のような装飾、ここら辺の装飾の方は完全に爆発らしさを出すためのアクセサリーですね。多分機能的なことはない単純なデザイン。ほんでお次はボディ部分、ボディの方はまあ比較的あったかい状態の夏服バージョン、胸のところが V 字にざっくり開いていて、肩の部分はノースリーブ、かなり涼しそうな格好をしています。 V ネックのこの間からはなかなか引き締まった胸筋も出てるし、鎖骨だったりこの首の筋なんかしっかり造形されています。胸筋の中心だったり鎖骨の周りのあたりもちょっとグラデーション塗装になってるから立体感がありますね。ボディの衣装の方はなかなかピッチリしていても、腹筋なんかの造形も浮き出てる。そしてこれ腰にひねりが加わってるからね、脇腹のあたりにこうひねりの入ったようなシワが入っています。あ、後ろから見てもいいね、この腰あたりのラインが入ったようなシワの感じもいい。で背筋の方もこれ両手を後ろの方に持ってきてるから、背骨だったり筋肉がこう中心にギュッと集まってる感じ、その辺がこういうシワとかでなかなかリアルに表現されてますね。やっぱりこういうシワいいな。そしてボディに入ってるオレンジ色のバッテン、バッテンのところも黒いところと同じようにちゃんと立体的にシワが入ってる。そして両肩にはこれ何の機能があるのかよくわかんないけど、なかなか角張って鉄っぽいような装飾、このエッジのあたりが肉に食い込んでちょっと痛そうだけどな。そしてノースリーブで肩が出てる腕の方、肩の筋肉からの上腕二頭筋、そして腕の方には縁がオレンジのアームカバーみたいなものをつけていて、普段の
コスチュームだったらこれ腕に手榴弾型のコテをつけてるんですけど、今回のフィギュアはコテがないバージョン、あのコテの機能がニトロの汗を溜め込むことができるみたいな感じだったから、多分この真ん中の丸いやつから汗を吸い出してる、そんな感じなのかな。そしてポーズの中ではこの後こっから爆発出るんだろうなっていうような形をしてる右手、イメージ的にはこの辺りで火花がバチバチってなってるような感じかな。腕についてる手袋の方、上の方がグリーンで手のひらの部分がオレンジ、色合いだけ見たら割とカボチャだね。そして腰の方にはベルトを巻いていて、腰の横には自分の汗が溜めてある手榴弾がついています。4つついていて全部が手榴弾。緑谷くんとか轟くんは腰の横のところに救護用のアイテムとかね入れてるのをつけてるけど、爆豪に関しては手榴弾しかつけてないあたり、救護する気が一切ないってのがよくわかりますね。そして下半身は上と違ってダボっとした感じのズボンを履いています。大股開いてるからこれ腰の方にもねピーッとラインのようなシワが入っています。腰につけてるベルトからピーッと膝の上ぐらいまでなんかバンドみたいなものが伸びていますね。そしてももの横にはなんか四角いものがついています。あ、もしかしたらここに救護用のアイテム入ってんのかも。いや入ってるかもしんないけど、こん中もなんかしらの爆発物であってほしいという気持ちもある。そして右足の方、跳躍して膝をかなり畳んでますからね、限界まで畳んでるんで、ここら辺のシワの密度というか情報量が多いですね。完全にここのバンドの部分を巻き込んでいます。膝の横にはオレンジのボタンみたいなのがついていて、膝の方にはなかなか攻撃力が高そうな膝当て、実際膝蹴りの威力を高めるためのデザインらしいですからね。これこっちの伸ばしきってる足の膝裏のシワの造形もいいね。膝から下はちょっと長めのブーツかな、ブラックとオレンジのなかなかシンプルな配色のロングブーツを履いています。横からなんかピョンとベルトみたいなのが出てますね。多分これで入り口部分をキュッと締めてんのかな。つま先とかかと、靴底の方はなかなかカラフルなオレンジで、足の裏なかなか角張った立体的な滑り止めがついています。足を畳んでる右足の方、ちょっとだけつま先が曲がってるのがまたいいね。ちゃんとブーツの方もその形に合わせて仕上げています。はい、というわけでキングオブアーティストの爆豪勝樹の造形はだいたいこんなところでした。はい、そしてせっかくなんで同じシリーズから出てる前紹介した緑谷くんと並べてみました。2人とも跳躍してるし、なおかつ攻撃のほんと直前みたいな格好だから、2人で共闘してる感がすごくありますね。そして2つ見比べて気がついたんだけど、結構2人とも配色こそ違えど装備の色似てるよね。両方ともブラック使ってるし、面積だったり色合いが微妙に違うけどグリーンも使ってる、あとオレンジも使ってるし、首のあたりにシルバーのものをつけている、使われてる色が若干似通ってるお二人さんでした。そして僕が持ってるもう一個の方の爆豪、これもプライズでアメイジングヒーローズだったかな。こうやって並べてみるとわりかしポーズの系統が似てるっちゃ似てるかな。両方とも右手を振ろうとしてる直前だね。作中でも緑谷くんに言われていたけど、大抵攻撃の最初が右の大振りっていう癖があるみたいですから、爆豪にはその辺を反映したことによってフィギュアのポーズもちょっと似通ってんのかもね。はい、というわけで今回はプライズフィギュアブランドキングオブアーティストシリーズより僕のヒーローアカデミアの爆豪勝樹紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。前に紹介した緑谷くんのような感じで攻撃の直前のね躍動感のあるポーズがなかなかかっこいいです。ポーズだったり表情の方もかなりかっちゃんらしいからね。多分また近いうちにあの造形アカデミーの方の第7弾一番最後が爆豪になってるんでね、またそちらもゲットして3体目の爆豪をゲットしたいと思います。割と最近はヒロアカのプライズをよく紹介していますけど、この流れは一応彼で一旦途切れるかなと思います。なのでこの人のこともぜひよろしくお願いします。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。